それがだんだんこうスクールになっていくんだけども、はい、やっぱり立場的にすごくよく似てるのよ、はい、そうですね。<laughs> ねうん、あの私も二十代の時から夫が代表の会社の運営をずっとやってき、同じ専務という立ち位置でやってきてるので、やっぱその辺もあったのかな？はい、あのー、なんか特に、うん、あのー、これあのー、言うと怒られるかもしれませんが。<laughs> あの特にあのセラピストになりたいとかスピリチュアルを勉強したいとか、はい、全く思ってなくて、はい、あのそうではなくてやっぱじゃあ夫婦経営って普通の経営者の方にどうやってやっていくのかっていうのを聞いても、はいはい、夫婦経営だとやっぱり違うので、はいはい、その辺のやり方が分からなくて、はい、なんかそれを学ばさせていただきたいっていうので <laughs> あのもう本当あの普通に。 もうあれですよね現実的な部分の勉強をしていただきたいということで先生のところにであの実はその自分力に行った時って全然お金がなくてだったので最後に自分力の行った日の最後に自分が先生に言ったセリフを覚えているんですけど、うんはい、今すぐあのスクールに入るとかはちょっとできないですって。はいうん だけど私、1年後とかそれぐらいにもう一度先生のところに来て、もう一度ないろいろ教えてもらいたいですって言ったんですよね。<laughs> ちゃんとそれ具現化してるもんね。<laughs> そうですね、ちゃんと、うん、あの行きましたちょ。ほんとちょうどあの 2, 2月だったんです、一番行ったのが。で、その翌年の2月に行ってっていう感じでした。はいう ゆりちゃんは本当に自分で言ったことを具現化してるもんねそうですね <laughs> うん